こんにちは、ひろひろです。今日はこんな感じのボックスポーチを作っていきます。大きさは横幅が約13センチ、高さは7センチ、横幅は約7センチになっています。用意する材料は100均で購入した20センチの玉付きファスナーと16センチ ×23 センチの接着芯と表生地と内生地を2枚ずつ準備します。接着芯はダイソーの接着芯を使用します。表生地の裏側に接着芯を貼っていきます。糊がついている面を下にして貼っていきます。当て布をしてアイロンを当てていきます。ファスナーをつけていきます。ファスナーの引き手を下にして表生地の上に縫い付けていきます。引き手が邪魔になるのでファスナーを少し開いて縫っていきます。ミシンによってファスナー用の押さえがある場合は押さえを変えてください。ミシン針は厚物用のミシン針を使用してください。上を1回縫ったら内生地を中表に重ねてもう一度上を縫います。ファスナーを挟んで縫ったらこの生地を開いて押さえのミシンをかけていきます。表生地と内生地の底を揃えて押さえのミシンをかけていきます。はい、こんな感じで生地の縁に押さえのミシンをかけてきました。次に反対側にも同じように生地をつけていきます。ファスナーの引き手を下にして1回縫います。内生地を中表に重ねてその上からもう一度縫っていきます。表生地と内生地を縫い付けたら表に返して底の生地を合わせて押さえのミシンを表からかけていきます。表生地と内生地を中表に重ねていきます。この生地の両サイドを縫っていきます。両サイドを縫ったらファスナーを開いてひっくり返していきます。内生地が表に出るようにひっくり返しておきます。生地の中心にタグをつけていきます。6センチ ×6 センチにカットした切れ端の両端を折って真ん中で畳んでいきます。畳んだ切れ端を生地の中心につけていきます。洗濯バサミで固定してファスナーがついている生地も真ん中で合わせておきます。生地を固定したら端を縫います。反対側も同じように生地の中心にタグをつけていきます。
両サイドを縫ったら端をカットして揃えておきます。端の処理をしていきます。12cm×4cm にカットしたはぎれを2枚準備して中表に端に縫い付けていきます。中表に縫い付けたはぎれを反対側に折り込んでいきます。1センチずつ2回折り返して縫い付けていきます。こんな感じで端の処理をしたら反対側も同じように端の処理をしていきます。中表に生地を縫い付けて1センチずつ2回折り返して反対側に縫い付けていきます。両サイドの端の処理をしたらまちを作っていきます。両サイドは縫い代から3センチ測ります。上下は端から3センチ測ってカットしていきます。マチをカットしたら生地を開いて縫い合わせていきます。生地の端が底の方に倒れるように縫っていきます。4箇所同じように生地の端を底に倒して縫っていきます。マチの部分の端の処理をしていきます。9cm×4cm のはぎれをマチに縫い付けていきます。中表に端に合わせて1回縫います。中表に縫い付けたはぎれを反対側に折り込んでいきます。1cm ずつ2回折り返して縫い付けていきます。はぎれの端は内側に折り込んでおきます。こんな感じで4箇所端の処理をしておきます。ひっくり返して完成になります。